こんにちは。はい、今日はですね、みちびのその後です。はい、この間ここのね、すっぽりニキビが治りませんっていう動画を出して今そっからですね、3週間かな、経ちました。はい、こんな感じ。あの時よりはもうだいぶね、炎症が収まって、まあ、しこりというかね、ちょっとニキビ自体もちっちゃくなった感じではあるんですが、まだまだしぶとくね、完全に治ってはいない。はい、ここに居続けているそう、全然ね、まだ完全には治っていない状態です。どんぐらいだ、まあ、1円玉分ぐらいの、なんかこの辺がね、しこりになってたんですよ、硬い。そうなんだけど、今そのなんかね、奥の硬いしこりみたいなのはなくなってて、もうほんとこの見たまんまの、ポチっていう、なんかこれがしこりみたいな、そう、感じになってます。何なんだろうな、なんか不思議な感じなんだよな。なんかイボみたいな。そうで、なんかやっぱり中心部は白っぽくなってて、だやっぱなんか海が溜まってんのかなとか思ったんだけど、ちょっと一回カリッてやっちゃった時に、まあ、海出てくるかなと思ったんですけど、何も出てこなくて、っていうので、まあほんとイボみたいな、なんかしこりになったのかなっていう感じです。なんか粒ってあるのがすごいね、気になるそう、3週間前よりは、だいぶ良くなったんじゃないかなと思います。この動画撮ったのが本当ニキビでき始めて、その3日目4日目ぐらいだったから、まあ、本当にあっという間にバーンってでかくなってっていう感じだったんだけど、まあ、その後も結局出してもらってた飲み薬と塗り薬を、まあ、飲み続け塗り続け、飲み薬は1週間分とかだったので、まあ、あの後すぐなくなっちゃったんですよね。まあ、なので、この3週間ぐらいは、もうほとんどずっと、塗り薬を塗って、そう、過ごしていたんですが、まあ、ちょっと良くなったかな。良くなったけど、でもこれ以上なんか塗り続けても、なんか何の変化も起こらなそうだなっていう感じになってきました。そう。まあ、とりあえず、寝る前に塗り続けてはいるんですが、変わらなそうだなっていう感じです。まあ、これもね、治るのにはちょっと時間がかかりそうですね。まあでもね、メイクしてコンシーラーすればある程度、馴染むようにはなってきたので、まあとりあえず、バンバンに腫れていた時よりは、まあ過ごしやすくなったなっていう感じです。まあそう。で、動画出した時に、まあいろんなね、コメントやら、メッセージやらで、本当にいろんなアドバイスを皆さんくださって、まあ全部ね、一通り見させてもらったんですけど、まあ手軽にできるっていうところで、今はね、しっかりビタミン取って、サプリメントで、そう、飲んでます、毎日。まあ、それこそ20代の頃ってビタミンとか飲んでも、なんて言うんだろうな、調子が悪いってなっても、そもそもの、なんだ、下のボーダーラインが高いというか。そう。から、そんなにやっぱ、まあ、劇的に変わるなって感じたことなかったんですけど、やっぱりね、この年になると、その、下がどんどん、最低のラインっていうのかな調子の悪いラインがどん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 下がっていくから、まあ、やっぱなんかそこを補った分、ちょっとね、なんか肌の調子いいかもっていう風に、感じるようになってきたので、まあ、やっぱビタミンとかね、大事なんだなって思ってます。あとはですね、まあ、そんなに食生活も、もともとね、その時は乱れてる感じでもなかったんですけど、まあ、改めてね、結構まあ、なんだかんだで甘いものももちろん食べるし、ちょこちょこ油っぽいもの食べてたりもしたので、まあ、私の場合はちょっとね、やっぱ脂質取りすぎるなっていう時が、ちょこちょこあったりもしたので、まあ、ちょっとね、脂質取りすぎないようにしつつ、まあ、タンパク質しっかり取りつつっていう感じで、ゴリゴリね、ちょっと食事やってますっていう感じでもないんですけど、なんとなく意識しながら、ご飯食べてます。はい。まあそうね。まあでも、なんだろう、ビタミン取ったりとか、そうやっぱタンパク質意識するようになって、肌はね、すごく調子良くなりました。なんかゴワゴワした感じも結構減ったし、肌の張りだったりとか、化粧のりがいいなって結構感じるようになったので、まあ食事だったりとか、栄養素、すごく大事ですね。はい。
あとはね、まあ単に結構肌のターンオーバーとかもあったのかもしれないんですけど、そう、まあとにかくあのニキビがカーンってできた時は、結構肌の状態良くなかったので、はい、だんだん回復してきました。でもね、ちょっとこの辺、あの若干予備軍がいる。わかる？ちょっとワンチャンニキビになりそうみたいなやつらがちょこちょこね、おでこに出現するんですよね、最近。そう、なんだけど、まあ、下がらない。いじらない。まあ普通だけど、そう、触らない、いじらないっていうのを徹底すると、結構ね、このまま、育たず、シュンって、気がつくとなくなってくれるので、未遂で終わってます。そう、でね、最近ちょっと使っててよかったのが、毎回使ってるんですけど、ピーリングのジェルですね。これも市販で売って1000円ちょっとぐらいの、ピーリングジェルなんですけど、まあ、肌に塗ってくる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 なじませていくと、消しカスみたいなポロポロがね出てくるピーリングのジェルなんですけど、やっぱ使っててすごい良かったです。この1ヶ月ぐらい最近その角質取るのにどっちかっていうとスクラブ系を使ってたんですよね。泥になんかちょっとつぶつぶ入ってるスクラブみたいなのを使ってたんですけど、なんかこっちの方が肌に刺激も少なくて、そう、自分的にはすごくいいなって感じました。あとでもスキンケアはね本当にずっと変わらず、ドモホルンリンクルを意識使ってます。なんだけどちょっとね夏はね重いなっていう感じがしてて、まあ今もねこのドモホルンリンクル使ってスキンケアしたんですけど、ちょっとね朝にはね夏重いかな。もうね8月入ってるし、もうここから夏終わりそうなんですけど、ちょっと遅いんですけどちょっとなんかその夏用のスキンケア買った方がいいかなと思っています。まあ、特にやっぱ朝かな。まあ、夜はねつけたてはすごくいいんだけど、保湿力もまあ、やっぱ高いし、しっとりするんだけど、やっぱ朝起きるとね、結構ベタつくことが多いかな、最近。夏にはやっぱちょっと重いかもなーっていう感じがしてきた。いやーでも最近もうほんとこれぐらいしかね、使ってなかったから、何がいいかね、全然思いつかないな。まあ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 。で、ちょっとコンシーラーで隠すと。でこのニキビもだいぶね、炎症っていうかなんだろう、パーンっていう腫れがなくなってきたから、ある程度ね、メイクで隠しやすくなってきました。まあ、完全には隠れないけどね、まあ、ある程度馴染ませられるようになったなっていう感じです。ああ、早く治んないかな。でなんかね、ちょうどこのね、ほうれい線の、なんだろう、山出っ張ってるとこっていうのかな、なんか山みたいなところにできたから、なんか逆にこの溝がすごい際立つようになったというかまあとにかくなんかね、なんかこっちのほうれい線がすごく際立つようになったのが悲しい。なんか目立つんですよね。そう、あとはなんかその飲み薬飲む、あと塗り薬塗る以外になんか対処法ないのかなと思って調べてたら、シミを取るレーザーとか、そう、あとはガーマペンとか、肌表面に傷つけて肌を再生させるみたいな、施術が、まあ、結構そのニキビ炎症性ニキビとか、まあ、ニキビ跡とかにいいっていうのが書いてあったので、あと1ヶ月ぐらいちょっとね様子見て、あれでも変わらないようであれば、ちょっとまあそういったものをね、検討しようかなって思います。まあできるだけちょっとね、自然に治したいなと思うので、もうちょっと様子見てみます。はい。まあ、こんな感じで、はい、メイクすればだいぶ隠れるようになってきました。まあ、また変化があったら、動画出します。はい。それでは、バイバイ。